パート7やっていきたいと思います。それではね、回復薬はそんなにないな。大丈夫か。まあ作っておきますか。14個ぐらい作って、他もないよね。だいたいよし。では行きましょう。宇宙戦車を倒しに行きましょうね。地下基地ね、地下基地はもう全部スルーして、とりあえず10階に行くことだけを、まあいや倒しておこう。これからのね、前座試合ということでお前を倒す。レベルもね、もう26だからな。19なんかじゃもう相手にならないでしょう。よし、いいぞ。入ります。ここからですね、すぐ階段を見つけましょう。で、無駄な SP 消費を抑える。階段どこだ？あの奥かな。しゃあないな、戦うしかないか。えい。手榴弾で一掃して、効かないね、あんまり。死ぬ。危ない。だいぶミスが増えてますね。うわ、やけどって痛いな、やっぱり。やけど確かダメージ 1.25 って言ってましたけど、属性ダメージだったかな。属性ダメージが食らいやすくなるのかな。覚えてないですけどもね、攻略本とか消えちゃったからね。よし、倒して。またスライムやん。うわ、これはめんどくさい。逃げたいな、これは。よし、あんまりね、ここで尺取ってもね。うっそやん、鍵。もうこれが最終回にしたいななんて思ってますのでね。こいつか。えい。ヒライム強いな、なんか。無駄に。赤ライムか。赤ライムちゃん。あれ、鍵手に入んない。あれ違う、ここじゃない、こいつか、もしかして。もう紛らわしいな。無駄な戦い避けていきたいのに。うん、こいつみたいだな。くそ。結局全員と戦うことになったよ。なんだそれ。ゲット。こいつやったか。クソ、 B1 階からむっちゃ苦戦してるやん。でもうスライムは嫌だよ。 OK。 あー、欲しいな、宝箱。回収しよう。回収して階段登ります。降りるか、降りるんだ。よし、階段発見。ここはスラリー行きましたね。 OK。 赤使って OKOKOK。 あった、あった、出たー。あれ、敵とあんまり戦わなかったら、もしかしたらこうやって待ち伏せに会うのかな。そういう仕様やったっけ。えい、すみますと。ちょっと危ないから回復薬作っとこう。
B5 回ですね。気をつけて。うわ。おお、まあ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 。旗人間こっち向いてる？よし、こう来て。この流れを読んで、多分これ鍵だよな。あ、違った。オッケー、気づかれずに。行けましたよ。お、よし。戦っとくか。なんか SP もったいないしな。ちょっと DQT2000 の、調子も見てみたいんで、戦ってみよう。せっかくね、階段降りるごとに SP 回復してるのに、SP 満タンやったら意味ないなと思うんで。まあ、適度にね、戦って。これ DQT2000。よし。で、倒した。やばい、死にそう。結構、旗人間がね、経験値入る、結構入るんでね。意外と。あらら。最後の一体。えい、オッケー。あ、そうだ。DQT2000 外しとこう。さっきの待ち伏せにあってね、また対処しきれなかったら困るんで。あ、こいつはちょっと倒しとくか。カモなんでね。レベル28。出たー。パワードスーツさんだ。うわ、え、あ、じゃあこっちを倒そう。階段かな？あ、また砲台さんや。砲台さんいっぱいいるな。これパート7で最終回無理だな。パート8ですね。そうだ、あかねちゃんの救出もしてないからパート8だ。うん。まあ、じゃあパート7は、宇宙人、地下基地破壊までして、パート8であかねちゃんの保管と、保管っていうか、救出と、最後ですね。最終決戦を終えて、終了。としたいと思います。うわっと危ない。どこだったっけ、階段。あった。よし、いい感じに。下の階を降りて。そしての階段。おかげで。よし、10階です。10階降りましたよ。ここから。カンカン。もうダメじゃ、バタイ。おい、このおじいさんもうダメだぜ。これがブラック企業か。ってことでね、砲台がいるから、回復薬使いましょう。対処しよう。で、こっからは確か待ってる敵、鍵を持ってる敵を倒して、2体ぐらい倒して、真ん中の、一番奥のね、クリマーがたどり着いて、最終ボスというか、最終ボスではないか。よし、黄色の影として、ここだね。むっちゃ回ってるやん。ここか、こいつか。よし、こいつと戦って、で、こいつが多分鍵持ってるんだよね。の手榴弾、なかなかしぶといな、こいつだけ。もしかしてモンスターによって体力違うのかな。レベルは同じなんだけどな。なんだこいつ、しぶとい。満タンになりやがった。 HP、 え、
し、あとちょっと。式ゲット。おっと。今、スキル見てみようか。射撃と式を持ってます、僕。次で多分新しいスキル手に入るのかな。そういうのを粘るっていうのもありなんじゃないかな。もう僕はもう第2章とか視野に入れてないんで、そんなことは関係なしに行きますけど。ライムか。ライムさんですか。よし。で、こいつも鍵持ってて、4つの鍵を、使って僕のボスと戦うという感じですね。よし。青色の鍵と。あっと、もうちょっと無視しよう。いいね、気持ちいいね。で、そうだね。こっからは、救急キットはいいわ。ハンドガンバカを、抑えて、鉢金よりかは鉄ゲタの方がいいのかな。こっからね、宇宙人3体プラス、っていうか、宇宙人3体戦った後に、宇宙戦車と戦うからな。どうしようかな。ハンドガン邪魔だな。バカつけたいんだけどな。そしたらレイガンが装備できないからな。大丈夫かな。いけるかな。恐怖耐性大丈夫かな。精神7だからな、不安だな。じゃあどうしよう。爆弾教本こうして、もう爆弾教本だけで戦う感じで、で、うん、まあバカは正直つけておかないと本当に不安だから、これでいきますか。だからもう宇宙戦車も、爆弾強本戦うって感じでいきます。佃煮干物、よし。ああせっかくバカつけたのに恐怖なったよ。嘘やん。うまく動けないとか混乱とかされるからな、まずいんだよね。やばいやばい。まあでもね、もうレベルが多分20と30だろう。だいぶ違うからね。の前にちょっと回復使おうか。不安ですからね。じゃあレベル30です。中段つけやろう。はい、まあまあ減ってるって感じ。回復して、ここで回復策はあんまり消費したくないな。次の戦いがあるからな。よし、これいや回復して、もう緊張する。ここで死んだよな。泣いてまうな。次のこれ真ん中の敵もうちょっとやな。倒した。次だね。もちろんお前たちが食べるのだ。これ怖いよね。こんなことをね、小学生もやってるんだから、ちょっと怖いというかね。えあれですよ、ケロ A でいいのかなって話なんですけど、あれセロって言うんだっけ、忘れたけど。手榴弾でいこう。あ、待ってる。防御して。おー、怖い怖い。そんなダメージないんだよね、こいつ。だから、なんか無駄に体力あるだけで、そこまで、身構えなくてもいいのかな、なんて思いますけど。はい、よいしょ。1800。で、体当たりも、体当たりちゃうわ。鉄ゲタ装備してるので、転倒も防げるって感じなんでね。なかなか気が遠くなるぐらいのダメージですね。体力というかダメージ効率ですね。ハンドガンの方がいいのかな。
いや、全然あかん。手榴弾だ。防具。よし。まあ、地道にやっていきましょう。ちょっとやな。よし、ちょっと待って、回復しよう。回復して。オッケー、いいぞ。クリティカル、キロキロ、クリティカル。おお、いいね、いいね。流れがいい。倒せる？あ、ちょっと。なんて名前だっけ？宇宙戦士だね。えい。あれ？ミス。よし、倒した。オッケー。先生。ああ、まあまあ、いいんじゃないの？新しいスキルですね。宇宙に優しいのに。すげえ、中学生。はい、地下基地破壊。見事成功ということでね。まあ、ここでね、油断してはいけません。もう一回、俺たちに行って、しっかりセーブしましょう。はい。これで OK ですね。これで基地に戻る道中で死んでも大丈夫です。それではね、パート7はここで終了。まあ、最終回って言ってましたけどね、まだ続きます。パート8ですね。次が絶対最終回だと思います。お楽しみに。それでは。